何の話？ストレーフの話。あ、ストレーフのさ、グイってさ、振り向くのが振り向けないっていう話。あれか、ローセンスってこと？いや、まあ、ロー寄りのミドルぐらい。でも、あれで手首エイムって良くないらしいよ。あ、ね、あ、そう、腕の方がいいっていうね。腕の方がいいらしい。私、めちゃめちゃ手首なんだよな。まあ、うち今こんなこと言ったけど腕なんだけどさ、手もくれないっていう意味が分かる。いや、全然分かんない。ちなみにまず言わせてほしいんだけど、うち腕短いんだよね、うん、ティラノサウルスってこと？いや、本当に本当に本当に、今度なんかさ、うん、実際に会った時に比べてほしい。うちより腕長い短い人見たことない。うちだからなんか進撃の巨人とかに出てくるスタイルやんって言われたもん。短いって感じ。そういう口じゃない。そう、脇締めてってこと？女子校だからさ、マジでさ、ね、トゲしかないよね。どこに飛ぶ？敵の陣地？あいつの槍に行ってもいい？行った、行きました、コモリメト。さあどこへ行くのか。さあ、おーっと飛んで、ここよ。待って今のは別に誰の責任でもないし、うん、そうだよね、それは本当そう、うん、そんなことない。チャレンジは大事っていう話、うん、犯人探しはやめようよ。いや、そうだよ、うん、チャレンジやん。それはだこうだ言われても、ね、いや本当にな、それはそう。カスタムであんな場面いくらでもあるぞ。あるよ、ちょっとやそうだよ、ちょっとヤンキーで無理やり取りに行かなきゃいけないって時だってあんだから。いや待って、誰に対して言っとる？それはリスナー頭勝手よな。勝手よ。もっと柔らかくしてみろよ。本当だよ、いろんな視点から見てみないと、うん、リスナー本当にリスに座って見てるだけなら何とでも言えますからね何とでも言えますからね。本当にそうね、それはそう、やってくださいプレイお願いします落ち着いてください。一旦落ち着いてください。何も言ってないリスナーも謝ってるもんだってごめんとか言ってお前らが一番偉い、一番偉いよ。ひなのちゃんは何やるの？バル？うん、多分。じゃあまあひなのちゃんはバル慣れてるからいっか。いいよ、譲ってもらいな、うん、譲ってもらいなさい。あんたななちゃんはバル慣れてるからいっか。いいよね、ひなのちゃん。いや無理、まあ、じゃあどっちが先ピックかじゃない？まあ、絶対オーダーはしないよ。なんでなんで切るんだな。だってチーム違うし、バルじゃないし。じゃあ交代交代でやる？よ、私はもう頭の中でオーダーしながらやるから大丈夫。うん、なんかね、一ノ瀬さ ん、だってこの間、ね、エモタソと3人でやった時は、うん、ボコボコにオーダーしてましたよ。なんでそういう態度なんですか？うちらの時はダメって、なんかどういうことなんすか？ケチくさケチくさくない？さすがに、うん、なんかお願いしてる身だからさ、下から出てたけどさ、うん、言わせてもらうけどケチくさいよ心狭え、まあ、エマタソにワットさんまで教えてたよななごめん、そう、ね、一ノ瀬ウルハには無理って言うのかよ。いやいや、 そんなこと言ってないっすよ。バルは交代交代にやって、じゃあ小田はひなのちゃんがやろうって。じゃあ応援する、二人の仲裁役やるわ。じゃあ違う、まとめ役。何、なんか自分はなんか違いますよみたいなアピールしてるの？だから二人は交代交代にバルやって、ひなのちゃんがまあオーダーしてもこれでいいんじゃないって。ちなみにひなのちゃんワットソンめっちゃうまいよ。のせさん知ってる、教えてもらわなくていいの？
いや本当に教えないもん。まあいいよ別に教えなくてもそれは。ねえケンタなんでよ今なんかまとまりそうだって。一ノ瀬じゃそんな下から出たくないし自分のゲームもしてたくない。お前が今私は違うみたいな空気出したから。別にそこまでして自分捨てたくないわ。うちそっちがその気なら別にこっちだっていいし自分勝手フェンスタックス。待ってなんでこんなお前らとじゃなくてよかったチームなんかムカつくわ普通に。別にいいし。なんで今メトまで巻き込まれたの。メトは結果的に交代交代にしようって。でもオーダーじゃないしオーダーできないからお願いできるって言ってたのにさ。なんでメトは巻き込まれたよ。やれよそんなの。分かった。じゃあ一旦仲良くしよう。そうね。分かった。うん。じゃあもう本当に仲良くしよう。マジで。うん仲良くしよう。今本当に恋しい、うん、イブラヒムが。じゃあイブラヒム呼べよ。ここに違う違う違う。じゃあさあイブラヒム呼べよ。違う違うだって。もういいよ私は。じゃあね。じゃあ聞いてひなのちゃんがいないと一ノ瀬はこうはならないんだって。えちょっと待って待って。イブラヒムさんがいたら一ノ瀬こうはなんないのよ。それはそうだけど、それは確かにそうだけど。これはそうだけど。それはそうだよ。だってうちイブラヒムさんと昨日初めて喋ったから。そうね。喋ったことがないからね。やばい人だと思われるやん。ね、だからおとなしいの一ノ瀬。おとなしい。そう。ね、目とも本でおとなしいの。うんひなちゃんだからこんなに大放出できるわけよ。まあ、逆効果がいいことでもあるんだけど、そういいことでもあるんだけどね。ラバシティがもらわれたから、えどうする真ん中ら辺にしとく？なんかスカイ。あかんってそれは。それはあかん。それはあかんって。リサめっちゃ笑ってる。待ってこれ前押してる。待って目の左持ってる左。オッケーちょっといかないちょいかないちょい。やったやった左やってる左やってる左やってる。端っこ。わっわっわっじゃない。下降りた下降りた。ホライズンホライズン割れてる。やってる。やったやったやった。割れてるナイス。確かにキューちゃんのチームキューちゃんシノミヤなのか強いね。キューちゃん IGL さえ渡ってるから前のなんか V 最強の時もやばかったし。やばかったね。しのみは一緒にエイペックスしたことないけど火力がえぐいっていうのだけ聞いた。でしたことないの。まああったらどうしよう。でも覚えてないぐらい昔のはずあるとしても、それか1回か。さすがに絶対2回はやってない。スバハルカスタム出てたらしいわ一緒に。終わってる。マジで終わってるな。えそうなの。2回出てる間お え2回間嘘だ。2回も出てないよ。キューちゃんとシノミヤと出てたんだってしかも。えそんなことある。なんかさなんかすごいな。うちマジで記憶力悪いんだよな。なんか記憶力とかの問題かな。3ヶ月あれば忘れるな完璧に。えぐいな。どうやって生きてきた今まで。そう、うち覚えてられることが少ない。キャパがね、脳みそがそう、うん、小さいからそうなんだよね。突然変異で人間になった。怖いよ。取り入れられる予定だったんだよね。ダチョウじゃん。ダチョウ。ダチョウってさなんか、うん、群れで行動してるじゃん、うん、仲間の一匹が走り出すと、うん、なんか何もわからなくても走り出すらしいの。だからなんで自分が走ってんのかわかんないんだって。めっちゃ可愛くない。頭悪。ダチョウってめっちゃ可愛いよな。可愛い。そうおもろいそれ。一ノ瀬さあでも一ノ瀬は無理か。じゃあ分かった。メトがこの2人の時だけ IGL してあげる。分かった。うん任して。なんか剣持さんいるんだけど。バルキリーうちらのパーティーに。本当だ。
え完全に、あ、ほんとだ事務所単位で見たら実質、まあまあまあ、そうね、そうね、実質最強のパーティーと同じではある、まあ、実質パーティーと同じだから、うん、ケモンさん強っ、まあまあ、え、ケモンさんよだれ出た、待ってケモンさんって結構 APEX やってらっしゃる感じだ、やられる方なんですね、ね、よだれ出たよ、今笑うでしょ、さすがにマジ、大丈夫、あ、これ死んだわ、ごめん、ちょ、出てこれない、もうね、右も左もどっちもいる、マジこれ、うちが死んだと思ってくれ、一人割れ、かっけえ、なんか、え一人やったけど、あ、ナイス、え、縛られて殴ってない強すぎて縛りになってないナイスだけど、使うの来てる、当てる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 、あ、もうなくなった、いや、無理だ無理や、ちょっといろいろあった、いろいろあったな、ちょっと、あ、来た、お疲れさんです、あ、お疲れ、ちなみにウルカさんからの伝言だけど、うん、花房さんも早く頼むアサリを、アサリに、花房さんもアサリ早く頼むって、はい、もう存分に、はい、合わせます全然、ってことはじゃあ私がイブラヒムさんの、イブラヒムさんやめてえ、イブラヒムさんやめて、イブラヒムさん、そう、イブラヒムさんの、イブラヒムさんの代わりか、多分そうね、うんうん、だっけ1試合目始まるぐらいの時にさ、うん、犬井殿がさ、ちょっとさ、うん、スカイフックのことスカイファックって言わないで全部言わないでなんで言うの全部言わないでよピー入れて、ピーは入れてもらえばよかったな、じゃあ、そうね、大丈夫大丈夫大丈夫、それポータルさん引いてる先のやつ、もう今飛んだ、ワンパ飛んだ、ワンパ飛んだ、もうこれ、あ、無理や、お名前ちゃんと、その場合は、無理無理、その場合は一旦やり直す、一旦やり直す、左から行こう、もう左から行こう、左から行こう、もうこうなったらこれ一回でお茶濁せなうわー、やばい、無理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 待って、このポータル結構やるよ、このポータル結構エグいの、あーあーちょっと待ってやばい、あー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 誰誰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 誰られないループにハマったんだけど、いやごめん、あれコンテナの裏だったわ、確かに、うん、コンテナの裏で飛ぶべきだった、なんかさ、うん、なんかしよう、何しりとりみたいな感じのなんか楽しいバージョンのやつ、しりとりのおもろいバージョンのやつ、しりとりのおもろいバージョンって何、しりとりのおもろいバージョンのやつ、あ、何でしょう、切れてる、ちょっとやってみてよ、おもろいバージョンのなんかないって話で、ね、だんだん大きくなるものしりとりとかね、確かにだんだん大きくなるものしりとりですよ、え、いいよ、何でもいいじゃあ始めて、リス、スルメ、スルメの方がちっちゃいやん、だってそれは、いや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 、スルメサイズ歩くね、うん、いや、うちのリスはでかいやつ、日本リス、日本リス、え、じゃあスイカ、か、角の卓造でかいでしょ、確実にスイカよりかは
え、でかすぎる。いやいや、スイカよりかはでかいでしょ、普通に。10枚ぐらいあるって。そりゃそうでしょ。海、ね、でかいって。でかすぎだろ。じゃらけんなって。早く言えよ、でかいもの。身からだ、身。身。海禁止カードじゃない。じゃあ、う、宇宙や。あ、う、宇宙レベルになっちゃう。だからうちがうで言い直すればいい、ね、牛、うんうん、あ、いい、あ、いいね、いいね。し、し、じゃあ、司令塔。海。お前さ、いや、だってもう海しかないじゃん、司令塔よりでかいもんなんて。ミラクルパワー、もう一回言って。ミラクルパワー、はい、それは、あ、あ、じゃあ、あだ、アマゾン川。あーいいね、いいね、いいね。ちょうどよくね。わー、え、海どこ行ったの。え、じゃあ、だとしたら、あ、天の川だよ、天の川。天の川って銀河らしいぞ。そうだよ、今私たちがいる地球の、地球は天の川銀河の中にいるんだよ。え、じゃあもう無理じゃん。うん、そうっすよ。だから私たちが見てる天の川はその銀河のなんか端っこの渦巻きの、うん、なんかさ、なんかさ、え、じゃあうちらもなんか、え、うちらが天の川の中にいるの。そうっすよ。え、なんかさ、和気あいあいとできない。和気あいあい、ね、階段踏んでいこうよ。でかさのものの、ね、もうちょっと長く楽しみたかった、ね。誰生み出したやつ。いや、ウルトラパワーだよ。え、違うよ、海からのミラクルパワーになったよ。ミラクルパワーか。だから海って言ったやつがいいんだよ、絶対。え、そうだよ。じゃあメトだ。そうだよ、だから言ってるやん。じゃあでも、うってなくねって。またこのあれだよ、次カスタムして始まるまでの時間あるよ。うん、そうだよ。これまだカスタムあんの、うん、え、やめる気でいる。え、あんじゃない。終わるまで行こうとしてる。 え、うん、終わりたい。やめたいな。全然終わりたくない。なんだなんだ。いやいや、全然いいよ、全然いいよ。終わりたかったら、マジでいいよ、マジでいい。なになになに、なんかその終わりたかったらいいよみたいな、マジでいい。いや、マジでいいって言ってんの。もう終わるとか二度と言ってくるなって。二人がやめるならやめるけどって感じですよ。いや、そう、二人が、だから二人がやめるならとかじゃねえっつってんの。やるっつってんの。切れてんだよ。ね、でなんか面白いゲームやろうよ。え、ディスコードのゲームは？な、何ディスコードのゲームって？ディスコードでなんかミニゲームがあるんだよ。じゃあその配信に映せないじゃん。いや、私過去にやったことあるよ、配信で。え、いや、それ面白くない。面白くないあれ。普通に。じゃあ何、じゃあ、じゃあ画面を映すのはやだ。普通になんか、だから話したい。え、じゃあ分かった。じゃあさ、否定するならさ、代わりの案出してくんない？違う違う、だから、うんうんうん、画面に映してこうなんかやるんじゃなくて、うん、こう3人でこう話しながらできるやつがいい。話したい。うん、話したい。3人で。最初からそう言って。え、この間に会話に入ってこない、うん、一ノ瀬ゆるは何なの。おめえが一番サボってんじゃん。え、ゆるは捨てた。探せ。一番最初に切れてたくせに。本当だよ。エゴさんっていつでもできるくないですか。何だ、うちらと話すのは今しかできない。喋りながらでもできんじゃん、うん、エゴさんは。でもまあそれはもう、え、ワンパンすぎる。え、なに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 、なに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 。別に別に別に、別に、うん、エゴさしながらでも話せるくないですかって。じゃあ今話してるじゃん。じゃあそれはありがとうございます。違う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 、だから誰がなんかゲームやろうよって言って、あんだしてみたいな、うん、言ってないで、おめえが出せって言ってんの。じゃあなんか、だってじゃあ口でできる遊び募集、うん、言葉遊び募集。結局思いつかないんだよね、言葉遊び。じゃあなぞなぞやる一旦。え、やりたい、やりたい。始まった。しょうがねえな、マジで。しょうがなんで自分が優位に立ってると思ってんの。わかる。いや、お前結構下だぞ。やばねえな、マジで。なんか足組んでるけど、組めてないぞそれ。普通になんかいいかな、もう子供に出すやつをね。
早く出して。あ、分かった分かった。早く。じゃあ、うん。だ。手際悪いな。何なの？マジで。手際悪いって。じゃあねーとか言って。何なのよ。もう見つけてんじゃねーじゃん。もう始まったって試合が。なんなんそのなんか態度は。いや悪いなとか言って。じゃあさあとか言ってる人の長さがなかったよ。選んでたね、楽しませてあげようと思って。だからその選ぶのが長い。本当に長い、本当に。なんなんマジで。時間は有限だから。そう。お城の中で子犬は誰を呼んだかな？お城の中で子犬は誰を呼んだかな？うん、母犬。大真面目じゃない？うん、違う。やば、頭固すぎなんかな。全然わかんねえかも。答え言っていい？うん。クイーン。あで、女王らしい。あのね、うん、犬のね、うん、あの口の作りではイガできないっていうのを見ましたよ。自分あの、ほっぺたがないのでイガで、イガ発音できないんですよ。クイーンっていうのはイが入ってるんでありえないですね。ね、じゃあこの問題作ってる人に言って。そうです、はい、その問題作ってる方、うん、あの犬はイが言えません。オレンジの犬インインって泣いてたけど。いやそれインって。じゃあできんじゃん。問題だよ。できんじゃん。じゃあインインっていうのがどんぐらいいだよっていう話よ。確かに。立って木を見ている人は誰だ。立ち合い人。何のだよ。立つ木。うわ惜しいね。え、惜しいんだ。いや惜しい。どういうこと？わー、コメントでネタバレ見ちゃった。わかる、コメント見ちゃった。ごめん。そう、親リスナーが悪いわけじゃないんだけど。え、なんで今、なんで漢字組み合わせたら、コメント見てなお。あ、そういうことか。そう、立つにキーがその下にあって見てるのみだから親だよ。え、なんかこんな瞬足で答え出てくるリスナー絶対答え知ってるやん。それやったことある。知ってるんだとは思う、ね。謎謎ってね、割と数ありますからね。そうね、ないですからね、がだったら。え、待って、寝てないのか。なんか寝てるのか。全然喋んのめんどくさくなった。最後。え、千歳生きてる？はい。ちょっと待って。ごめん、誰？マジで誰今の。いや待って。マジで誰なん。本当に何かボケってしてた今。なんか変な人いた。え、何が知らない人いた今 VC に。そう、怖いね。誰、マジで怖い。ごいしょ。さすがに終わりますか。はい、終わりましょう。じゃ終わってきます。はい、終わってきます。はい、じゃあお疲れ様です。また8時に、バイバーイ。